よし。こんばんは。月。よし。こんばんは。皆さん。<laughs> こんばんは。イエーイ。ありがとうございます。ということで。こんばんは。早速。あのキャッチフレーズを。やっていこうと思います。いきます。 福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカー。ということで、皆さん、こんばんは。坂川、ヒユカです。ということで、お久しぶりでございます。皆さん、お元気なさってましたかついに11月に突入したということですけれども、皆さん、お元気ですか はい、私はですね今あのついさっき夜ご飯を食べてきたんですけどあの柿を食べましたあのフルーツの柿食べたんですけど秋じゃないですか今ただいまでもなんかね最近意外とあったかくないですか何か思ったよりあれであの寒くなくって結構なんかちょうどいいというかあったかい気温私だけかな な気がしていていそうそう柿を食べたんですやっぱり秋だから秋の果物柿を食べてきましたえっ北海道雪降ってるよだってあららららえー、なんかね北海道のなんか動画が。 流れてきたんですけどなんだかななんだっけな,なんだなんだっけわ忘れちゃったんだけど雪降ってるんですかえ、すごいすごいなんか雪なんて今年降るのかなっていうぐらいまだ全然雪な感じしないんですけどあ皆さんハートありがとうございますあららえー あでも確かに暑くて久しぶりに冷房つけたという方もいらっしゃいますね。ねえすごいということで福井は今日もちょっとポカポカなお天気だったんですけれども私は柿を食べてちょっとあ秋、まあ、柿を食べて秋を味わったはいちょっと印踏んでみましたという感じではい桜木夕香はそんな11月を過ごしておりますが。 はいということで皆さん3連休かなはい皆さんありがとうございました3連休なんとですね私はですね全部お仕事で埋まっていましてありがたいことに。はい3連休は本当に3連休っていう感じがしないぐらいすごい「ああ3連休か!」って言われてはい気づいたぐらいなんですけれどもなんと3連休1日目は、えー、アンレイムの方で。 ファンミーティングが2回目のファンミーティングが開催されましてはいそちらに出演させていただいておりましたありがとうございます。パチパチパチで2日目はまたまたアンレームの方であのバズリズムライブという、はい、ライブに出させていただいていてそこのオープニングアクトとしてアンレームが出演したんですけれどもはいその話を、はい、ちょっと今日はしたいなと思っていてそして3日目はなんと花屋敷であのー。 アンダー22選抜かなで、はい、花屋敷で遠足のイベントがありまして。はいということでね3日間本当にね盛りだくさんの内容ですごい濃いえ3日間だったっけっていうぐらいすごい濃い3日間を過ごしたんですけれども今日はねその3日間の振り返りと言いますかそのお話を皆さんとしていこうかなという感じではいこの配信をしております。はい という感じで。じゃあまず1日目ですね。1日目はですね、あの、アンレームの方でね、ファンミーティングがあったんですけれども、このファンミーティングはですね、2回目うん。アンレーム1回やったんですよ。11月8日にね、ファンミーティング1回やったんですけど、その2回目なんと、はい、ありまして。ありがとうございました。来てくださった皆さん。あの結構ね、このファンミーティングはすごい、 あのー、絞られてるというか数がね多分1回50名様とかだから結構ねレアなファンミーティングというかなかなか、あのー、当たらない方が多かったんですけれどもそうでも来てくださった皆さんありがとうございましたそして来れなかった方もねちょっと後々お知らせあるので是非、はい、ちょっと期待してみてほしいなと思うんですけれども。 はいということでファンミーティングの内容、まあ、来れなかった方にも、まあ、来てくださった方にも振り返りとして見てほしいので、まあ、結構ちょっとお話ししていきたいなと思っているんですけれどもあのまず何をしたかというと、まあ、最初曲披露がありましてですねあのアンレイムで出ている I I「アアムアイ1曲目の I I「アムアイプリズマティックそしてなんとですね今回アンレイムから新曲が出まして。 そうなんです間もなくですね11月15日だったかないちご1 1月15日になんと新曲のリリースも決定しておりまして新曲の題名が「真夜中の微熱」なんですよね「真夜中の微熱」もうね題名からもうお,おしゃれじゃないですかね もう真夜中の微熱みたいな。そう。っていうちょっとおしゃんな歌が出ちゃったんですよ。実は。そう。しんどいやつ。ね。真夜中の微熱結構、なんかリアルに捉えると、うん、しんどいなっていう感じなんですけれども、あの、はい。真夜中の微熱というね、歌が出まして、まあ、それをね、なんとそのファンミーティングで初披露といいますか、しかもフルサイズでね、 披露させていいいたただんですけれどもはい、まだねその見れてない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもそう結構ね「アイ・アム・アイ・プリズマティック」とまたこの2つもね結構曲調とかダンスとかも違うんですけど今回の新曲もねかなり結構また前の全曲の2曲とは変わってすごいねちょっと違うんですよテイストが。 またちょっと変わっておしゃれな感じでまたなんかねメンバーの新しい感じもあったりだとかすごいいいんですよ今回の曲私結構好きでそう結構何て言うんだろう何回もリピートしたくなるもう全部なんだけど特に私はのもうレコーディングする前からみんなの歌割りも覚えちゃったぐらいすごいハマっちゃってね曲 そうちょっとぜひ楽しみにしていてほしいんですけれどもそうで「真夜中の微熱」とこの3曲をなんとフルサイズで披露しまして気づきましたか皆さん今までアンレームでフルサイズで披露全曲フルサイズで披露はなかったんですよ実はプリズマティックのフルサイズも初だったかなそうだから初めての試みだったんですね 新曲も入れて三曲全部フルで披露しましておタワー来ました本当だちょっと待ってねタワーが来ましたぞタワータワーありがたわまことさんタワーありがたわですありがとうまことさんありがたわありがとうございますはいという感じでですね あのー、タワーも来たということでお話しさせていただくんですけれどもあのー、3曲そう全フルは初めてだったのですごいね何だろう今までの感じとはまた違って覚えることも多かったしそうあと体力的にもね3曲全フルは初めてだったからそうできるかなと思ってでもみんなでちゃんとそのファンミの。 前日とかもめちゃめちゃ合わせて細かいところとか立ち位置とかもフリーまでも修正して挑んだのでなんかいつもよりフルサイズでね3曲もあって大変だったと思うんだけど意外と自分の中でちょっと余裕があってねやっぱりちゃんと練習して詰めた分なんか披露する時も自信満々にというか披露できた気がしています新曲もね新曲でなんかちょっと不安になっちゃうじゃん いやー大丈夫かなーとかなるんだけど私的には意外とね「お見せたるで」っていう気持ちの方が大きくてなんで関西弁っていう感じなんですけど「見せ,見せたんで」っていう感じの気持ちで披露していましたファン見に来てくださった皆さんどうでしたかお、目線が自信満々だったよでしょでしょそうだから本当になんかもう「やったりますか!」 っていう感じでそうドヤ顔でやっちゃったんですよそうだからなんかちゃんとねそういう練習っていうかその日々のなんていうんだろうそういうのがすごい大切だなってはい改めて感じましたねそうだから三曲ねフルサイズどうでしたかまた聞かせてください皆さんでそれ終わってでなんとですねその お昼の部と夜の部があったんですけれども昼の部、まあ、一部ですね一部はなんと私 MC を任せていただきまして嬉 <laughs> しい MC! という感じではい <laughs> あのー、私ですねそのアンレームのプロフィールが出たんですよあの是、ー、非プロフィールの方は私のアンレームのツイッターの方に上げているので是非見てほしいなと思うんですけれどもプロフィールが出まして公式で,でそこでなんか特技特技好きなこと のところに私は話すことって書いたんですねね、まあ、話すね話ことが好きっていうか、まあ、好きなんですよねこうやってショールーム配信も大好きですしまあ皆さんとお話しするのも大好きですしでもとにかくもう私はずっと話してられるんですよもうバーってねそう嬉しいでしただからそうだから MC をさせていただいて MC いる m うれしい虫虫ミ斯さんあなた私が今話しているのそっとしてあげてくださいそっとしてください虫という感じであのはいまあいろいろあったしっていう感じなんですけれどもそうでなんと今回 MC を任せていただいていやうれしいと思ってね めばーいと思ってでその、まあ、ずっとそういういのもやってみたたかったんです普通に話すのも好きなんですけどちょっとそうやってなんか仕切ったりとかじゃあこうしてみましょうとかねそう念願だったからうれしいと思ってそう嬉しいだったのだからちょっと張り切っちゃったんですけれどもどうでした私の MC はどうでしたか MC <laughs> 癖のある感じでめっちゃ面白かったよええー、嬉しい癖のあ,ある感じでしたかそうちょっとやっちゃったんですけれどもそう嬉しかったです本当になんかそういうのやりたかったからさ司会っていうかうんええー、嬉しい最高ですだってありがとうございますそうでなんか企画を何個かしたんですけれども一つ目が「 その真夜中の見に行新曲の徹底解説をしようっていう感じでみんなであの新曲の歌詞を見てここよくいいよねとかここかっこいいよねとかここの誰のパートめっちゃ好きなんだよねとかそういう話をしましてであとリリックビデオもねはい出たりしてリリックビデオってもう公開されてますかそれがまだなのかなそうリリックビデオも実は完成しているんですよ。 ちょっだからちょっとそちらも是非見てほしいなと思うんですけれどもそじゃあ15日になるのかなそれも。多分そうだねじゃあ15日に皆さん楽しみにしていてほしくってそ,うその解説をしたりだとかで2個目の企画は何だっけなあなんか、ま、一部と二部で違ったんですけど一部は。 のゆうかちゃんと鈴ちゃゃゃんんんとすがいるんじゃないるじなですかでこの2人はですねその一般オーブの中から選ばれて今回アンレムにあのなった子なんですけれどもでその子たちのなんか知りたいこととか驚いたこと「えこれってあるあるなんですか?」っていうことをはいあのお題でやったんですけれどもそうでなんかそれでねバーンってなんかスクリーンがあってそこに映されるんですよそれが文字が。なんか鈴とゆうかのえこれって ああるあるなんですかみたいな文字が出るのねでそれをまあ私が読むわけなんですよそう、ね、え気になった話だったかな,なんか「すずとゆうかの気になる話これってあるあるなんですか?」って読んだんですよ普通,普通ですよね別にそうなのになんか結構「えー、ひよかちゃん独特ですね」って言われちゃってええー、どうですかこれってあるあるるなんですか 普通ですよねえという感じで、まあ、結構まあ張り切っちゃったわけなんですよ、まあ、MC なんでいやるしかないでしょうと思ってでそういうのもやってみたかったですなんかこれってあるあるじゃないですかみたいなそうだからちょっとやっちゃってはいやっちゃったんですけれどもでもねちょっと結構皆さん笑ってくださったのであ良よかったと思ってそうねその企画もやっていろいろあるあるとか いやそれはどうかなとかいろいろ話してで3つ目の企画があれあそう個性爆発プロフィールといって今回普通に公式のプロフィールが出たじゃないですか。でまああれはみんなの普通に好きなことだったりそういうのを書いたんですけど今回のその企画ではその普通の個性じゃダメだと個性が爆発しないといけないとね。 いうあのお題でしてそうそうそうだからその例えば私は本が好きだとか、まあ、絵を描くのが好きってダメってそんなんじゃダメっていうことで結構個性を爆発したプロフィールを作りなさいみたいな話、ね、でであの,ー、いちいの一一のうん部ではなんだっけな あなたの特技はっていうお題だったんですよ。そうで「あなたの特技は?」って言われて私何にしたんだっけ話すことだ。いや普通って思,思いましたよね。普通と思いましたよね。まあ、確かに話すことってもうこの方式でも言っちゃってるしいや普通じゃないですかと思ってね。私もまあ

ラジオとかかでであるじゃないですかその曲が始まるこの間に曲紹介をするみたいなそれをやったんです即興でうますぎてと言いますかうん結構皆さんうますぎておおってなっちゃってましたねうんどうでしたか皆さん結構「ゆうかちゃんすごいね」みたいな感じにねそうなっちゃったなっちゃったんですけどそうどうでしたか 皆さん <laughs> まあ正直なこと言っちゃうとあの最後ちょっと余っちゃったとかのはまあまああるんですけど <laughs> 曲紹介微妙だったけど面白かったねねおそうだよね結構ぴったりっていう感じうんうんうんそう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 ,そういう感じではいやらせていただいたんですけれどもそうで、ね 私はそんな感じで特技紹介して、まあ、みんなねそうやっててまあそんなこんなであそうで一部はねなるさんのそうサプライズケーキお祝いがあってそうあの前の1回目のファンミーティングの方では私がサプライズでさえちゃんと一緒に10月生まれということでケーキをね頂い,いたんですけれども今回はねなるさんが誕生日が近かったということではい私たちがケーキをプレゼントしました。 なるさん喜んでらっしゃいましたそしてしっかりケーキもいただきました美味しかっためっちゃなホワイトチョコだったかなケーキがすごいね美味しかったしまたまたすごいケーキだったの大きくてえこんなケーキ初めて見たみたいなそうでしかもねこれ言っちゃっていいのか分かんないけどなるさんが好きなフルーツしか載ってなかったんだってケーキにすごくないそうなるさんが好きな フルーツーツがケキに盛らられてていたらしくってなるさんすごい喜んでたのめっちゃ可愛かったみんな写真撮りまくってた可愛い,いってでも私はもうカメラ越しじゃなくて生で見たかったから「なるさん」ってやってたんだけどそうすごいすごかった語彙力がないんだけどすごかったです本当に美味しかったですみんなで食べましたそうって感じで2部もね2部はね MC がさえちゃんになってそうサエちゃんもすごい やっぱりお話しするの上手だったからめっちゃ安心して任せられたんですけれどもすごいだから私もねそんな感じで MC できてたかどうかわかんないけどメンバーのみんなから「ひゅかちゃんよかったよ」って言ってくれたのでど,どうでしたか皆さんは私の MC は MCC MC 逆かこ,こっちか MC あ嬉しい素晴らしいすごい良かったよありがとうございます安心安全嬉しい嬉しいしありがとうございます嬉しい良かったもう是非またよろしくお願いしますという感じでですねはいもうやっぱり何でしょうね MC とかそういう経験とかも本当にアンレイムで初めてこうやってやらせていただいたのでアンレイムになってからねなんかずっとできてなかったこととかしたかったことが結構叶えられていていややっぱり頑張ってよかったなと思いましたしはいちょっとまたまた後からありますのでお楽しみに。ということであの皆さんにお知らせというのはですねあのファンミーティングが3回目がファンミーティング3回目 一回目が決まったんですよ。よ。よよという感じで。はい、なんと三回目のファンミーティングが決まりました。皆さん。決まりましたよ。今回はですね、十二月二十八日に。はい。年末です。そうです。年末になんと。 あのファンミーティングの開催が決定しております。はい、嬉しいですね。こんな結構年末ですよ。28日結構年末。うん。年末。クリスマスも終わり。ね、結構レアというか、すごい1年を振り返られる回になるんじゃないかなと思います。ちなみに私の,の akb のデビュー日です。 ななんとなんととですそう私が AKB48 でデビューした日なんです実はだからそのなんかねえエモーショナルを感じますねデビューした日にまたねちゃんとステージに立つことができるなんて嬉しいね暑いですね暑いですぜひね来てほしいなと思いますお あタワーがばんぼしさんタワーありがとうございますありがとうそう記念なんですありがとうございますね嬉しいそうだからすごい熱いんですよね嬉しいんですだからぜひ皆さん応募してほしいなと思いますよ今回はね多分ちょっとね枠が増えてた気がするんですだからぜひ皆さん 来てくださいね来てよ <laughs> 当たってくれそう祈ってますから私は皆さん当たりますように祈ってますねはいという感じでファンミーティングがねまた来月もあるということで今回来れなかった方もね来月こそは当たることを祈っておりますのでお待ちしてますよ <laughs> という感じですはい そう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 皆さんのコメントに書いてあるんですけどこんな感じになっております。ということで2日目いきましょうか2日目はですね「バズリズムライブ」にオープニングアクトとしてアンレームが出演させていただきましたありがとうございますもうねあという感じなんですけれども今回バズリズムライブがどこで行われたかというと。 y, o, k, o, h, a, m, a. 横浜アリーナなんですよね。<laughs> 大きすぎましたよという話なんですよ。ね横浜アリーナですよ。横張りですよ。すっげえんですよ。 すっげんですこのね「バズりの出ました」とか言ってるんですけどすっげえんです横割り <laughs> という感じなんですけどもはいまさかの横浜アリーナということでねそうなんかアンレームでねこうやって大きいステージに立つのが多分デビューの TGC 以来かなだと思うんですよ TGC ぶりにこうやって大きいステージに立たせていただいたんですけれども今回はねまた TGC とは違ってですね TGC の時はやっぱりファッションショーというかそういうイベントのオープニングアクトっていう感じだったんですけれども今回のバズリズムライブはこのライブなんです。そう他の皆さんも皆さんアーティストさんだったんですね。 もう超豪華ですよ皆さんあの,あのもうすんばらしい方々だったんですよ本当にそうそれのオープニングアクトっていうことでもうかなりね緊張感がすんごいすんごくてそうもうみんな結構ねそれのためにすっごい時間かけてましたしなんかもう何て言うんだよなすごい。 大事といいうかか貴重じゃないですか本当に横割りに立たせていただけることなんてめったにないですしそう知っていただく機会にもなるからもう頑張ろうって言ってたんですけどもどうでしたか皆さん見てくれましたかね会場にいらっしゃった方は結構ね倍率それも高かったみたいです,すごく応募が始まってからすぐ売り切れちゃったみたいでそう。 ねどうでしたたかか入れた方とかでも配信ねそう見れるのでぜひ見てほしいんですけれどもそうということでねもう私横割りに入ってからもすごい「ほうってなったんですけどそうでねもうそこにアンレームの楽屋があること自体がさすごい嬉しくって「あアンレームだと」と 入ってでみんなでリハーサルしてとかやってたんですけどあの部屋にねテレビがあるんですよテレビでそのテレビでそのリハーサルの映像が見れるんですねの他のアーティストさんのリハーサルだったりとかそういうのも見れるんですけどもうすごくてリハーサルからうん <laughs> リハーサルじゃないんですよ本当にもう本番みたいでもう引きつけられちゃってねテレビの画面にえみたいなリハーサルでこんなもうすごいオーラがすごくってそうなんかもうすごかったんです本当に語彙力がなくなっちゃうぐらいふわってなったんですよね そうだからそうもう私もねリハーサルからちゃんと着替えてそうなんかもうやっぱり気合を入れるっていう時に私結構ねその自分の見た目とかコンンディショでで変わっっっちゃったりすするんですよ気合っていうのがだからリハーサルの時とかもメイクしたりだとかちょっとでも自分に自信がついてると私も自信満々に踊れたりするので。 私はリハーサルルの時に全部フル装備でで行ったんですよ衣装も着てあとあのメイクも終わらせてとかそうそうそうでやったんですけどでもやっぱりリハーサルもそう簡単にいかずやっぱり想像してたより、まあ、ファミリーだったり、まあ、景色だったりもちろん違うし。 あとイヤモニが今回ちょっとリハーサルの時に苦戦しちゃってイヤモニがすぐ落ちちゃってねそうで聞こえないみたいなそのもう外れちゃってるからっていう事件が起きちゃってリハーサルでねでもうどうしようと思って私本当にすぐ外れちゃったのリハーサルでポロってでえええみたいなそうでめっちゃ心配になっちゃったのねリハーサルで自信をつけないといけないのに えー、もし本番落ちたらどうしようと思ってそうでもあの本番はねちょっとここを止めてちゃんとね落ちなかったんだけどそうそうリハでよかったと思ったの本当にそう本当にそうで本番にねそうまああるかもしれないけどトラブルがでもリハをリハでそういうことを一旦経験しておくことでさ本番もしこうなってもこうすればいいとか考えるじゃんだかから本番じゃななくてっったたと思ったし そうでもねそうリハーサルでそうなっちゃったからわわどうしようってなったんだけどねそうリハちゃんとやってよかったそう問題点をねそうだからリハーサルはそういうことなんだと思うの本番通りにやって多分問題とか起きた時にその問題点を見つけることだと思うのねそう次からも気をつけられるそうなのそうなのそうだからリハやってよかったなと思いましたしでそっからまあ 戻って楽屋にでみんなでこうした方がいいよねとかここにしようかとかいろいろ MC とかもそう今回 MC があったのそうこれも後から話すねでそれで楽屋戻って、まあ、お昼休憩とか小休憩があったんだからですけどお昼にあのあれ何て言うんだろうなご飯なん何て言うんだご飯があったんですよ。で今回なんとご飯にラーメンがあったんですよゆいちー ラーメンゆういちーということでゆういちの大好きな「そうケータリングですそれ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 」にラーメンがあってもうえら、ー、みたいなのゆういちが「えラーメンあるんですか?」って言って「ゆういちラーメンだって」って言っみんなで「ゆういち行くよ行くよ」って言って「もうゆういち行きましょう」って言ってねそうでラーメン行ったんですけど初めてそんなねラーメンがあるなんてと思ってそう。 私は醤油ラーメンにしました。めっちゃ美味しかったです。そう、ラーメン。ラーメン私吸えないんですけど。やっぱ好きなんですよね。ラーメン。そう、唯一も嬉しそうで。よかった。そう、で、そうやって美味しいラーメンも食べて。すごい美味しいジュースも飲んで。お菓子も。ね、もう、だから、もう、本当にお,お腹を満たされたわけ。 それですごいね何て言うんだろうもう頑張ろうと思ってこんな素敵なご飯も用意していただいてでお腹も満たされてそうだからもう頑張ろうってすごいやっぱり元気が出ましたラーメンってすごい元気出るねうんすごい頑張ろうごちそうさまでしたっていう気持ちになってでそっから、まあ、戻ってでなんと 今回本当にやばいことがあってはいあの本当に今でも私は信じられていないんですけれども本当にやばいことがあったんですよ。はいなんとなんとね「あのちゃんさんと TikTok を撮らせていただいたんですよ」。 これって本当ですかさっきのあのお題みたいに「これって本当なんですか?」っていう感じなんですけど本当に撮ったのっていうぐらいねねど、どどういいううことややば、やばいですよ、ね、あの皆さん気づいてらっしゃる方いら,いらっしゃるかなと思うんですけど私あのちゃんさん ドイ好きなんですよ本当に大好きであのごめんなさいなんですけどツイッターもフォローさせていただいているんですよこっそりとうん実は本当にドイ好きなんですよだから初めてその生でご本人を見させていただいたんですけれども もうなんかえー、みたいなそうなんかもうえみたいなもうパニックっちゃって私もうええ,えそうでしかもなんとアイアムアイを覚えてくださったんですよ君じ,ゃ君じゃなきゃダメって代わりはいない手をね もう今 TikTok 上がってるんですけど皆さんぜひ見てほしいんですけどもそれを私は何回も見て本当にあったんだよねって本当これ合成とかじゃないよねと思いながら本当に幸せな気分で見ているんですけれども本当に大好きな人と会えたんですよそうで挨拶もさせていただいてね だから本当にさっきも言ったんだけどアンレームになってからすごい夢がかなっているわけですごいよねすごい夢がかなってるんですそうそんな大好きな方と踊ったんですよ私たちの曲をねでそうちゃんとファンですって伝えようと思ったんだけどさすがにあのもう本番前だったしファンですってちょっと厚かましいなと思ってもう私は もうううっていうくらい本当にもうううって気持ちを押し殺したんですけれどもう本当にもうすごくてすごかったんです幸せでしたもう私はもう気持ちを伝えたかったけどもう会えただけでも本当に幸せだったからもうううってなってもってなってましたもう本当に。 幸せでした。本当に幸せでした。本当にありがとうございます。本当にあのさんありがとうございました。本当にありがとうございました。もうここでしか伝えられないんですけど本当に大好きです。本当に大好きです。誰か伝,伝わりますように本当に大好きです。本当にありがとうございました。そう本当にもう全部が好きでもう、今日も見ました。今日もテレビに出てらっしゃったの見ましたあのさん。本当に好きです。はい。というのをここでちょっと一旦伝えさせていただきます。 という感じでもう夢が叶いました本番前にしかも本番の多分めっちゃ数数分前とか本当に10分前とかだからもうめちゃめちゃ私はギアが入ってたわけなんですよ本番前に夢が叶ってで今から横浜アリーナに立つっていう夢も叶ってそう叶いすぎなんですよもうこのかな叶っていいのかなと思うぐらい すすごいかなっっちゃったわけなんですだからもう本番前もなんか一気にもうこんなそう素晴らしいアーティストさんを後に控えてるんだからオープニングアクトもう絶対盛り上げようと思ってそギアも入ってでもちろんもう今まで以上にもっともっとねあのパフォーマンス意識して。 やったんですけれどもで今回なんと MC をいただきましてその前回の TGC では曲を披露してもうそのまま MC もなしで吐けっていう感じだったんですけれども今回はなんと MC の時間もいただきまして、まあ、最初「I amI プリズマティックフルサイズ」で2曲やらせていただいてそこから MC という感じだったんですけどそこでなんとね自己紹介までもさせていただきまして。そう 自己紹介もさせていただいてあのー、みんなね名前言ってたんですけど私の名前ってね結構変わってるじゃないですか。ひゆかってひかですって言うとさちょっとなんか「ん?」ってなるじゃん。でしかも今回その名前を呼んでた時にファンの皆様そのファファごめんなさいあのお客様たちが何て言うんだろうお,お客様がすごいね例えばさえちゃんだったのね一発目がでさえですって言ったら「さえちゃーん!」みたいな。 もほんとにもうね超あったかかほんとにで入った瞬間もねその登場した瞬間も「頑張れ!」みたいなもうほんとに私か泣きそうになっちゃって本番前にえやばいって思ってこんなオープニングアクトで,できっと多分アン・レイムのことを知ってらっしゃる方も少なかったと思うしそうでもそんな中でねそうやって優しい その雰囲気作りを皆さんがしてくださって本当にそれに救われてねそうすごかったのそうしかも大きい会場だからこそ本当にその歓声がめちゃめちゃ響いてめっちゃ嬉しかったしそれでもまたギア入ったしそうで名前もね「さえちゃん」とかね そうやっぱり「あっやばい!よ」よ呼んで欲しいと思ってでも「ひゆかです!」って言ったらさ「う <laughs> ん,ん」ってなるじゃないですか「うん」なんてって思いながらみんな「うん」ってなるじゃないですかだから私はちょっとあえて強調して「<laughs> ひゆかです! <laughs> で」ってもう意味わかんないあのー、ことをしちゃって会社の皆さんも「うん」な,なんかあの子間あいとるなーと思った と思うんですそうひゆかです「で <laughs> お,おもてなすい」みたいな感じで「そうひゆかです」って言っちゃってそうでまあ皆さん「ちょっと止まりながら「もうひゆか」って言ってくれてもうありがとうございますって思ってねそうねサラダとも迷ったんだけどサラダのことを知ってらっしゃる方が多分少ないと思ったからさすがにちょっと、はい、遠慮しといたんですけど「そうひゆか」って言ってそう。 でも,もう皆さんが「そういう言うか」って言ってくださってでそれで、ね、まあもう本当に幸せだったんですよ。なそうやって盛り上げてくれてで最後「新曲披露になります」って言った時も皆さんが「うわ新曲来たんで頑張れ!」みたいな本当になんかすごかったんですやっぱりライブにいらっしゃるファンの皆さんだったりとかは。 本当にそう盛り上げるのがお上手だなと思ってねそうすごいやっぱりなんだろうもうライブを楽しみにしてくださってるじゃないですかだから本当に皆さんからのその雰囲気作りがすごくってそうだから本当にそう演者もそう上がる現場だったのもうこっちもめちゃめちゃ上がったしそうすごかったの本当に。 それで新曲も披露してで終わって「ありがとうございました」って挨拶させていただいた時によかったよとかもうかわいいとかいろいろ言っていただいてもう本当にね何だろうなんか私たちが盛り上げないといけないのに逆にそのもうお客様の方からそう盛り上げてくださって本当になんかなんだろうな。 めちゃめちゃね私たちも楽しかったの本当に楽しくっていつも TGC のやととかも正直なんかちょっと反省みたいななんかいやーここもっとうまくできたなーとかうーんこれで大丈夫だったかなーとかっていうのが結構多かったんですそうやっぱりこうやって大きい舞台に立た,立たせていただいてるので大丈夫だったかなーとかそういうのが多かったんだけどでも 今回は本当にみんながみんな,なよかったっていうか頑張ってよかったねとかなんか次も頑張ろうっていうそのポジティブな方にね結構持っていけたのねみんながそ,うそれもすごい大きいなと思っててそうだから本当になんか素敵な舞台に立たせていただいたなって改めて本当に思うんですよそうなんかうん本当に楽しかったの。 もう最高って感じだったの本当にね終わった後も「いや頑張ってよかった」だったりとかもうなんかアドレナリンがめっちゃ出てたのね終わった後もうブワーってそうだから私もうずっともう「え!」みたいな感じでそう本当にねいい会場だったんですよ最高だったんです 本当に来てくださった皆様もで配信を見てくださった皆様も本当にありがとうございましたもう皆さんのおかげでこうやってアンレームもうねちゃんとそうなんでしょうみんながねそうやってポジティブに捉えられるようになってきたのでそうでも、ね、もうね完璧っていうわけじゃなくてもう全然まだまだ未熟なんですけどこうやってこの経験をさせていただいたことですごい成長につながったなと思いますし。 私たちもそうやって実感することに貴重な経験を皆さんありがとうございましたそして皆さんそうやって盛り上げてくださった皆様も本当にありがとうございましたもう是非この機会にねアンレームを知ってくださった方がいたら嬉しいなと思いますし好きだなとかアンレーム気になるなって思ってくれたら嬉しいなって思いますね本当にありがとうございました 本当に貴重だった本当に幸せだったなそうそうすごかったなねもうライブっていいよねって思った改めて久々にそうやって皆さんの前でパフォーマンスというかそうしたんだけどやっぱりライブって楽しいよね私はすごいそういう雰囲気だったりとかそういうのが好きなのなんかお客さんと。 一体になるっていうか,なんか一緒に楽しむっていうかそういう雰囲気がすごい好きでそうだからすごいなんか今私がやってることがなんか私がやりたかったことっていうか,なんか難しいんだけどこれだなと思ったのすごいこういうことだったなと思ってそう楽しかった余韻 すすごいで余韻ひたひたですやっぱライブは最高だねうん最高最高そうって思いましただからまたねこうやってライブとかにも立てるようにこれから頑張っていけたらいいなと思っておりますでも次もねまた TGC が決まっているのではいそちらもそちらはねなんとオープニングアクトじゃなくてもう ななのあのあれオープニングアクトでアーティストもう普通のアーティストとして出演させていただくんですよそうオープニングアクトじゃないんですアーティストなんですよそうでメインメインっていうのかなそうだけど普通にアーティストワークとして出させていただくので前の TGC とはまた違ったはい感じになると思うんですけど頑張りますでももうあと少しっ にかなもう今週末ですねだからこのねこの横浜アリーナで味わった貴重な経験をそのまま勢いを持っていけるようにはい頑張れたらいいなと思いますはいしかもティーンだから t g c t だから若い子たちが多いのかなそうだからそれもチャンスだと思うからすごい頑張ります頑張るぞお いう感じですはいでということでそのアンレーム2日間そう3連休の2日間はもうアンレームだったんですよもうずっとアンレームだから本当にヒユかだったのローマ字の HIYUKA ヒユかだったのそうこの日はねそうでもう日ゆかも終わり一旦ねでなんと3日目は AKB の坂上日ゆかとしてねはい 花屋敷イベントがございました来てくださった皆さんありがとうございました <laughs> なんかね本当にその遠足だったんですねその花屋敷でみんなでファンの皆さんとも一緒に遠足をしようっていう感じだったんですけれどもそうなんかもうねこの2日間をめっちゃ頑張ったからもうご褒美みたいなもう私もめっちゃ楽しみにしててわ遊園地遠足楽しみってなってて。 そうもうなんかご褒美だったの自分的にも皆さんにもご褒美になっていたら嬉しいなと思うんですけれどもどうでしたか花屋敷私ね初めてだったんですよ初めて花屋敷行ったんだけどすごいねレトロな感じもありつつでも遊具アトラクションもうすごい面白くってお神イベだったと聞いてそう神イベだったよ本当に皆さんありがとうございました ご褒美でしたよかったそう。ねそうしかもそうキラキラしてたのなんかね夜花屋敷が普通の時間に閉園してからそのイベントだったんだけどそう夜のイベントだったのだからイルミネーションかなもうめっちゃキラキラしててね超綺麗だったのねそうそんな綺麗な景色をさそのファンの皆様と一緒にね 楽うん。そう最近なんかそうやって直接っていうか交流するイベントとかなかったじゃないですかやっとそうやってそういうイベントもできてでみんなでそうやって楽しむこともできたりしてお貸し切りだったのめっちゃ楽しかったよでなんかお花のクイズもなんか解きながら回ったんだけど。 そうすごいそれも楽しくって「何これ! <laughs>」とか言ってそうございましたそう今回あのレミとペアでそうペア同士ねでそのファンの皆様エイトモさんとレミ組の皆さんと一緒にみんなで回ったんだけどそう私たちより花を探すのが皆さん上手かったりだとかあと「これこっちじゃない?」とかそう私たちねそう初めてだったから分からないことが多かったんだけど。 そう皆さんがこっちじゃないかなとかそうすごい教えてくださったおかげでうまく回って無事お花の謎もクリアできました結構お花のなんか名前が難しくって「あえー、ここんな名前なの?」みたいなそうみんなで考えたりしてそうすごい楽しかっためっちゃうんアトラクションも私は個人的にね ローラーコースタージェットコースターがあったんだけどなんか園内を結構回るジェットコースターだったんだけどなんか怖くって結構なんかね私絶叫好きなんだけどでレミと2回乗ったのねそうでもねなんか意外とねちょっと待ってこれ落ちる <laughs> と思ってうわー <laughs> そうしかも速くってうわーってなってそう結構すごかったの うわーってなって「うわーってなってていや!」ーってなってそれを2回やったからそれ結構もう「はあはあ、はあ、ってなったんだけどそうすごい楽しかったでしかもなんかそういうさなんか友達みたいだった誰かも言ってたんだけど皆さんとなんか友達みたいになれてそうなんかしや楽しかったすごいみんなで「うわ!」とか「一応いくよいくよ!」とか言ってね そう,もう私もノリノリでやらせていただいたんですけれどもそうでしかも最後なんかね自由時間もあってなんか好きなやつ乗れますよみたいな時にそのディスクオーだったかななんかすごい怖い乗り物があったのそうでそれはその自由時間にギリギリ乗れたんだけどそうこうやってみんなで走って「ディスクオー乗るよ」って言ってそうみんなで乗って。 回ってなんか「うわーバイキングの回る番」みたいな結構やばい乗り物があってそう私も初めてその乗ったんだけどそういうのにすごい楽しかったしもう「おおお!」ってなったそうでも笑っちゃったなんかみんなでさ回ってるのがちょっとおかしくて笑っちゃった私「うわ!」って言いながら回ったんだけどそうでもみんなでねそうやってもう。 なんか本当に友達みたいに騒いだりしてすごい楽しかったです皆さんねでご飯も食べたのご飯は私はから揚げ串から揚げ棒を食べました意外でしょもっと可愛いのいくと思ったでしょ結構言われたんですえっから揚げから揚げ棒みたいな,たいな <laughs> やっぱりね私はちょっとあのあれなんですよ 甘いものを行くとアトラクションでちょっと怖いので結構まあ普通にご飯系を食べたいと思ってそう唐揚げ棒食べましたでクレープはねなんかなかったっていうかちょっと少なくってそうそうなのだから唐揚げ棒にしたでレミがソフトクリームにしてたかなそうでみんなでもファンの皆さんめっちゃ可愛くって私より可愛いクレープとか。 ソフトクリームとか食べてて私だけなんかちょとかあったところで「うわ」ってちょっとやってたんだけどそうでも皆さんもなんかすごい美味しそうで楽しそうで良かったと思ってそう遠足本当に遠足だったのそうお菓子券とか使って「お願いします」とか言ってねそう楽しかった本当にしかもツーショットもね皆さん撮ったりしてなんかハートの中で撮ったのねそうすごいなんかハート作ってみんなで。 ハートハートだった嬉しかったもうみんな嬉しそうだった私も嬉しかったよ皆さんそうもうカップルもうこれハート作ってイエーイってやったんだけどそうね楽しかったです幸せすぎたねねすごいこんな近く 近い距離でさ話したりとかさ乗り物一緒に乗ったりとかなんかすごいない,ないじゃんそんなこと普通ないじゃんなんか前ね2007年だったかなに花屋敷でなんかあったみたいなんだけどそう約十何年ぶりにそういうイベントだったらしくってそうでもまたねそういうイベントあったらいいよねって思った本当にね本当に楽しかったよね そうどうでした私結構ねなんかデートコーデっぽい感じにしたの実はそういつもは結構スポーティーな感じであの感じなんだけど三つ編みなんかしちゃったりやっぱここに何、ね、かちょっと可愛いピンとかつけちゃったりそうなんかやっぱりね可愛いと思われたいじゃんファンの人にはの可いい姿で会いたかったからちょっと可愛い感じで行ったんですけどどうでしたかそう あ嬉しい三つ編みよかったねそう写真もあげたんですそうあ嬉しいよかったそう可愛くしてったのそうだからなんかみんなに可愛いなひゅうかちゃんと思ってもらえたら嬉しいですはいだからまたねこうやって思い出みんなでなんかそうやってね 直接こうやって一緒に思い出作れるのは嬉しいしなんか同じ空間を過ごしてるのもいいですよね同じ景色を見て同じ思い出を作ってねそうすごい楽しかったそうやっぱり何よりね本当にファンの人をこれからも大事にしたいと思ったのすごい本当に優しくってね私がこうやってちょっと最後ね結構私そういう。 多分ローラーコースター2回乗ったからちょっと結構酔っちゃったというかおおってなっちゃってそう疲れちゃってたんだけどでもファンの皆様がねすごい盛り上げてくださったりとかなんかすごいあったかいなと思ったのファンの皆さんがそうだからすごい大切にしたいなと思ったしなんて素敵なファンの方なんだろうって改めて実感したのねそう だから皆さんありがとうございましたこれからも何卒坂川ひゆかをよろしくお願いします <laughs> そう本当にみんな優しいのえいともさんもレミ組の皆さんも優しかったしそうねありがとうございます一緒にリューグ乗ってくれたりとかそうこちらこそよろしくお願いしますだから皆さんとねまたこれからもそう今回以上に思い出作っていきたいなと思いますし これから私も頑張ってもっともっといい景色を皆さんと一緒に見たいし皆さんの心に花を咲かせられるような人間になりたいですよそう <laughs> なんかちょっと決めちゃったんですけどはい花屋敷だけにそうですだからこれからもぜひとも何卒よろしくお願いしますそう <laughs> 任せなさい 咲かせてあげますから任せなさいそうという感じでまあ、3日間すごいもう本当に充実した3日間だったんです夢が叶ったり花が咲いたり <laughs> 本当にねもう皆さんと会えるイベントだったり、まあ、私的にも個人的に成長したことだったりすごい3日間でね私はなんか自分の なんて言うんてううだろう成長に気づけたなと思うしファンの方のありがたさにも気づいたしすごい良かったの3連休で休みたいと思うかもしれないけど私はこうやってちゃんと3日間ともお仕事があって休むことなくあなんか3連休待っててすごい逆に私は良かったなって思いましたうんそう だかかから良ったたでです皆さんどうでしたか今日の配信で分かったかな私の3連休の生活が <laughs> どうでしたか、はい、という感じで、えー、私はそんな充実した3日間を過ごしていました。えー、皆さんのね3日間も気になるので是非このあと「ハッシュタグ坂川比ゆかだったり「ハッシュタグひゆメール」で。 僕はこんなことしてたよとか私はこんなことしてましたとかいろいろ聞かせてくださいウィバースの方でも w e b ーバースの DM の方でね全部読んでますのでそちらにも是非皆さん書いてくださいはいよろしくお願いしますであの TikTok もあげましたそうバズリズムライブの時に TikTok も撮ったんですよそうプリズマティック全身でバズリズム T シャツを着ながら撮ったのでそちらも是非見てほしいなと思います 最後、宣伝になっちゃったんだけど、そう、いろいろ SNS、インスタ、TikTok、Twitter、プラメ、リバースもろもろやっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、そちらの方もフォローだったり、いいねだったり、はい、私に皆さんのことも教えてください。私ばっかり話してるのもあれなんで、皆さん、ぜひお待ちしております。という感じで、えー、今日は皆さん見てくださりありがとうございます。では、ランキングを読んでいこうと思います。いきます。 13位、パンダマルさん、アットマーク、チーム4、ありがとうございます。チーム4、また、見て、ください。ありがとう。12位、ごめん先生、ありがとうございます。また、見てください。じゃーん。11位、チョーキンさん、ありがとうございます。また、見てください。10位、GS さん、アットマーク、数々のイベント、お疲れ様。ありがとうございます。 本当にこれからも頑張りますまた見てくださいお順位変わった変わったか変わったねもう一回いきます13位パンダ丸さんアットマークチーム4ありがとうございますまた見てください12位ごめん先生ありがとうございますまた見てください11位ちょさんありがとうございますまた見てください 10位、島田和幸さん、ありがとうございます。また、見てくださーい。9位、ブーフォン99さん、ありがとうございます。また、見てくださーい。8位、竹蔵さん、アットマーク、週末2日間、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。また、ぜひ、会いに来てください。また、見てねー。ありがとうー。7位、GS さん、アットマーク、数々のイベント、お疲れ様。ありがとうございます。また、見てください。 6位、サブちゃん、アットマーク、日向が忙しいほど世の中が明るくなるし、ということで、いや、嬉しい、本当に楽しかったです。えー、これからもよろしいお願いします。また見てください。6位、あ6位読んだ。ごめんなさい。5位だ。5位、けいしんくん、ありがとうございます。また見てくださーい。ありがとう。4位、ヒロさん、ありがとうございます。また。 見てください〜いじゃーん <laughs> 3位、モモさんありがとうございますまた見てください〜いありがとう2位バンボシさんありがとうございますバンボシさんありがとうでしたまた見てください見てください見てくださいタワーという感じですありがとうございますまた見てください <laughs> そして一位はマコドさんマコドさんもありがたわーたわたわーたわしはーたわし <laughs> 本当にごめんなさいありがとうございますもうありがたわーでございます本当にこれからも頑張っていきます皆さんたわしはてなやめてくださいありがとたわしですまた見てくださいありがとうということでマッキーカニカニいきましょう二十二おもおい ん、お芋たんさん、お芋たんさんありがとうございます。私も今日お芋食べました。豚汁の中にさつまいもが入っていたの。大好きな豚汁を今日食べたのと <laughs> いう感じで、また見てください。ありがとうございます。さあ、もう一人の方いきますよ。はい。57位浜さんかな。ありがとうございます。また見てください。はい、ということで、えー、皆さんありがとうございます。 今日は七千百二十五人の方が見てくださってありがとうございます本当に、えー、これからもまた頑張りますので何卒ぞ高川ひゆかよろしくお願いしますたわしはもう忘れてくださいはいということで今日も一日皆さんお疲れ様でしたもう明日からもね頑張っていきましょう私も頑張っていきますわ <laughs> ではこの後もまたこの後 うーんまたいつか <laughs> また会いましょう楽しい思い出を3日間ありがとうございましたこれからもよろしくねじゃあ、早く寝るんだよ私も寝るね <laughs> おやすみおやすみ忘れてください <laughs>